もうちょっと寄って、あのもうちょっと。皆さんこんばんは。せーの、ニューロティカです。ゼップ終わったニューロティカです。終わったニューロティカです。ゼップロス。ゼップご来場、全国からありがとうございました。ありがとうございました。来れなかった人もいろんなコメントをいただき、うん、皆様の熱い思いは、うん、ゼップに届きました。ありがとうございました。ありがとうございました。あとあの日54歳になってお祝いコメントいっぱいありましたね。あ、そうですね。はい、あ、そうだ、54歳になりました。54。はい。やばいね。孫の顔。来年55で35周年。孫の顔が見たい。やばいね。うん、お袋がたまに。いいでした。もういるんじゃないの、まあ、まあ、いや、いいかもしれない、ね、ということで、あとね、やっぱ嬉しかった、はい、バンドマンさんがみんなチケットを買って、まあ、来てくれた、ね、嬉しかったね。まあ本当に皆さんもチケット買って来てくださって嬉しいですけどね、その気持ち、そして、素敵な花が花すごかった ね、 すごかったね。生前葬みたいだったね。いや、そう言っちゃダメだかもしれないけど言っちゃダメです。元気でもない、ね、ロビーに収まんなくて外にそう、ありがとう、そう、収まんなかったんだね。収まんなかった、なんか外の人すいませんでした。収まんなかった、ごめんなさい。すごいね。大変でしたもんね。本当に。もうそんな感じで、打ち上げでも盛り上がりましたね。はい。ニューロティカ、今日リハ入ったんですけど、はい、なんと、ゼップのセットリスト、ちょっとリ、あの、反省会じゃん。反省、ニューロティカ、まだゼップから抜けきれていません。ゼップで久しぶりにやったセトリをこの辺でよくやっとこうかなって。例えばゼップは十何台もカメラ入ってましたけど、お10台なんかじゃあもしかして DVD が発売されるとかあるんじゃないですか。まあでも、まあ、もうちょい先かな。もうちょい先ですね。でもだってすごい36ちゃんぐらい、すげえな。スラックレコーディングしてすごいドラーってなんだ。やばいよ。出そうかやめようか考え中。ミックス大変だ。考え中。その、しか出さないから。あれだけやっといて。でも、8人が出て、静岡ラストの DVD も出まして、皆さんありがとうございます。そうね。次あたりあれだな、ジェームズが初めて入ったライブとか。ラムちゃんやるじゃん。考えない、見たね。嫌な振りだ。考えてない。嫌な振りだ。撮ってない。マジか。撮ってないはずだろ。残念。俺が見たくない。じゃあ、カタルの誕生日祭のあのロフトの。50の時の？俺結構あるよ、動画。本当に？あの時のいろんな人が撮ってくれた。あ、じゃあ、それ、あれ、セルフで出そう。俺が、うん、俺が。自主で。あとはね、あ、いいじゃん、いいじゃん、それ。あとあるのはね、うん、この間、ARB、キースのイベントあったじゃない？キースさんの。はいはい。この間？じゃあ、おととい、昨日か、うん。あったじゃない、うん、ニューロティカで一回 ARB やったじゃない、うん、やったね。あの動画、じゃあそれ完璧にあるね。それはいかん。それだけは。でも、それだけは。見えかったよね、あれね。怒られちゃう。怒られちゃう。怒られちゃう。これ、ニコ生で3万いったやつ。あ、さ、あ、ご来場者。はいはいはい。考えようかな。誰に電話すりゃいいんだろうな。それは、まあね。まあ、過去は振り返らずに。そうです。振り返らずにね。はい。これからのニューロティカは、はい。どうなるんですかね。あ、そうですね。今、あの、もうね、曲作りも始まりました。この間、はい、あの、打ち合わせの写真、撮れたじゃないですか。はい。あれは実は、あの、場所はね、はい。どこだったんですか、あっちゃん。新宿ですね。新宿。え、もうみんな、あれで、我々で後ろのポスターで。そう、あ、そう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 。もう分かっちゃってるんだ。まああのね、吉本40東京本社8か8、はあ、いろんなお笑い芸人から吉本お前何て言ったっけ吉本へようこそっていうのをそうそうそう。であのあまりこう付き合いのない芸人さんとすれ違うと俺は誰だっけなみたいな顔されるという見たことあんなそうそうそうということで ね、はい、まあ来年は MC が面白くなるね。そうですね。違う人が MC プロ来た。プロが来た。プロが来た。喋んないの。面白くなっちゃダメだ。面白くなっちゃダメだね。ということでね、またいろんなことを今日もミーティングしましていろんなことを考えてね、出していきたいと思いますので。そうだね。近々また発表できたらいいですね。そうですね。なんかあの、ね、さっきお話ししてたじゃん。ああ、そうか。あ、そうだ。うん。近づいてますよ。うん。本当に、まだしっかりしてください、54歳。しっかりして、本当に。あの、コピペダメですよ、コピペは。なんでコピペダメなの？その、内調の話。コピペして、わけわかんないじゃん、あれ、もらった人が。早くプロのマネージャーつけましょう。そうだね。ほんとほんと。そう。あ、来年はマネージャーができます。きっとね。じゃあ、俺やる。あ、じゃあ俺が。いやいや、俺はやんない。じゃあどうぞ、二人でこんなんで。やめさせてもらいます。あれだな。来年は35周年ですからね。55歳で35周年で。盛大に鍛えてますね。これも30周年。お、30周年。マジか。はい、マジか。
やべえ、俺ニューロティカの5個下だから5個30周年か来年俺たちは何 5-3? 何でもないみたいな、暗黒時代暗黒時代、5-3が中途半端やな中途半端やな、あっちゃん55だ来年ね、やばいじゃん、 Z もう一回やりたいね、3-5-5-5 Z もう一回やりたい、もう一回やり直したい、あの撮っといてもらおうぜ、2001で書いてくれ、2000何よ2001、あ2001じゃねえのか、あー後ろのやつね、もうねとっくに解体してると思うんですよ、あの日のうちになくなってたそうか次全部まで一回もやんないってことライブきついないいおじゃぶでしたね、はい、はい、じゃああんまり ねだらだらとなかなかとしてもしょうがないので、またね近いうちにね動画撮って皆さんにお話します、全部、お越しいただきありがとうございました、最高でした、あの近々またニュースがあるからあのニューロティカのホームページをよくチェケナオチェケナオ、あとあれね、あの2000回特設サイトの あの回想録はちゃんと更新してね、あれね、ゼップまで行ってね、まだ途中だからね、まだ絶対絶命のピンチあたりだからね、それに合わせて、ずいぶんまだ昔なんだね、20年ぐらい前に合わせてアイス500本食べてください、あれ今まだアイス食べてます、あすごいね、俺ね寂しくなった、アイス食べなくなったら急に食べてるアイス物足んない毎日、俺は一生食べませんラクトアイス食べてます、二度と食べます、はい、では皆さん、はい、ああついす、またライブアンデーゼップで会おうぜ